こんにちは、速稼塾の久保です。クズ人間でも成功する方法ね。なんかクズっていうのは、使うことじゃないですかね、クズ。クズすら使う。そうすると、燃えるクズもあれば、不完全燃焼のクズもあれば、不燃物のクズもあると思うんですよ。それぞれに適したやり方で、何かね、別の形に変化させるってことはできるんじゃないかなと。例えば、燃えるクズ、燃えるゴミっていうのは、なんか、燃えるじゃないですか。燃えて、おりゃーみたいになるでしょ。昔ね、週刊少年ジャンプは、燃えるゴミですか、燃えないゴミですかっていうふうに聞かれて、いや、週刊少年ジャンプは読むと、心が燃えてくるんで、燃えるゴミじゃないですかっていうふうに答えたね、トンチみたいなのがありましたけども、まさにね、自分がクズだなと思っても、いや、クズだって使えるじゃんみたいなね、こともあるわけですよ。リサイクルもあるしね、なんかゴミ回収業者とかあって、私がホームレスの時は段ボールとか空き缶とかだってお金に変えてますからね。それでね、今回のタイトルなんですけども、人生を変えるって言うじゃないですか。性格を変えるとか。よく人の性格は変わらないっていうことを言う人もいますけども、これは変えたことのない人とか、変えることのできそうにない人が諦めの言葉としてね、言うんじゃないかなと思うんですよ。いや、私は性格なんてすぐ変わると思うし、人生なんてすぐ変わると思うんですよ。性格や人生を変えてきた立場からだからね。で、そもそも性格も人生も変わらないとしたら、生まれてすぐに人生決まっちゃうんで、どんなに頑張っても、どんなにチャンスに恵まれても、白馬の王子様が通りかかっても全く影響ありませんよってことになっちゃうんですよね。本当にそうなのかなと思いますよね。さすがに莫大にお金があって、ものすごい人脈があって、なんか家柄よくって、顔もかっこよくてにもうなったら、なんか人生変わるんじゃないですかね。つまり何かによって人生を変えることはできると思うんですよ。整形するとかね、稼いで金持ちになるとかね、なんか可愛い女の子にモテ始めるとかね、なんかその変わるためには何をすればいいのかなっていうふうに考えて実行する。で、自分の人生を変えようと思うなら、少なくとも同じ人生を否定するためにその場所を離れるとかね、やることは結構あると思うんですよ。人生をね、変えるっていう。人生変えた人って山ほどいるわけですから、同時に変わんない人も山ほどいるんですよ。だから自分がどっちの人生を選ぶかっていうことじゃないかなと思うんですよ。で、そもそも私がね、麻雀手の親父だったんですけども、もともと麻雀手の親父って言ってもね、10年ぐらいしかやってないわけですよ。で、その前は網戸を売ってたわけですからね、麻雀とは縁もゆかりもないですよ。網戸の前はスーパーの社員ですからね、これもだから縁もゆかりもないところから縁もゆかりもない事業に入って、職業を変えたりとか仕事を変えたりとかして、そのために人生や性格が変わりますよね。正社員でいる時の性格と自分が社長になった時の性格と同じかって言ったら全然違いますからね。同じだったらやってらんないですから。で、麻雀店の親父だった時の性格も当然違いますよ。性格はどういうふうに作られるかっていうメカニズムはいろいろあると思うんですけども、明日何やるかなってことを考えるだけでも、これを繰り返すだけでも性格って変わっていくと思うんですよね。例えばね、私がプロボクサーになろうと思って毎日トレーニングに明け暮れるとするじゃないですか。それでも性格変わりませんかね。打たれ強くなるんじゃないですかね。で、自分の体を鍛えていくわけですから、精神もそれにつれて強くなっていくんじゃないかなと思うんですよ。でも逆に全く動かないデスクワークをずっとしてたら、体も弱ってくるし、気持ちもなんかね、塞いでくるしね、毎日同じパソコンの画面見てるから、それはなんかどういうふうになっちゃうのかなと思いますよね。今田舎に暮らして、毎日毎朝もうほんと今ね、黄金に広がる水田を見るわけですよ。収穫前の田んぼとかをおおらかな気持ちになりますよね。で、パーッと上開けると秋の空が広がってるわけですよ。ああ、いいなーってなりますよね。吉田さんも今鹿児島に行っていろんな景色を見た時に、東京のそのオフィスにいた時と、なんか全然考えることも感じることも違ったんじゃないかなと思うんですよ。だってね、ビルの中にいて、私もそうですけども、蛍光灯に照らされて LED に照らされて、天井を見たらね、コンクリートの天井があるわけですよ。何を感じろっていうんですかね。で、来る日も来る日もノルマに対していくら稼ごうか、どうやって攻略しようかみたいなことを押し付けられるわけですよ。自分が自発的に考えるわけじゃなくて。で、夏休みの宿題が後回しになるっていうのは、なんか自分の選択ではなくって、これをやれっていうふうに押し付けられるから、それはね、後回しになると思いますけども、自分の事業の自分の商品の自分の売り上げを立てようと思ったら、それはね、早めにやっとこうかなとか、思いついたことすぐやろうかなっていうふうになりますよね。そういうところがあって、吉谷さんの段取りが変わっていって、まあ人生が変わり、性格が変わりってとこだったんじゃないかなと思います。まあ、卓球少年だった頃とね、だいぶ変わった部分もあるんじゃないかなと思いますけどね。まあ正確には変わったというよりも、新しい人格を、なんか、プラスアルファで身にまとったって感じですかね。だから昔の性格に戻ることもできるし、新しい性格をまた人格を身につけることもできるし、それがだから器が広がるってことなんじゃないかなと。人っていうのはね、やっぱり一面だけじゃなくて二面も三面も持ってると思いますし、それはいろんな人格を身につけていく、そんな年の取り方をすればさらに増えていくんじゃないかなと思いますね。つまり性格も変わる、人生も変わる、変えることができるということだと私は思いますね。この私の姿を見てね、何も変わらなかったって思う方が難しいと思いますよね。じゃあいってらっしゃい。